こんにちは、はちみつ農園ポコトスカーナです。先日来ピカピカ働き蜂が出てきて、働き蜂産卵間近かと思っている箱に女王蜂が現れて産卵が始まりました。ピカピカ蜂は働き蜂産卵の前兆かという思いを、打ち砕かれたわけですが、その後はピカピカ働き蜂はどうなっているかをちょっと見てみたいと思います。ちょっと今日は寒いのであんまり外飛び回ってないですね。蜂が静かだね。今日はしっかりさなぎ、ほうじさなぎが蓋かぶってますので、ほうじが固まってきましたね。こっちのどうでしょうか。2枚目にも女王がいますね。2枚目も法事に蓋がかぶってきました。これで働き蜂産卵を、ピカピカ蜂がいますね。ここに1匹いますね。でもピカピカ蜂の数がここにも1匹いますね。ここにいますよね。ここにもいるね。ピカピカ蜂はいますが、数は減ってきてる感じですね。こうなるとこのピカピカ蜂というのは、ミツバチ麻痺病、ダニが媒介したミツバチ麻痺病ということになりますかね。日本養蜂協会のミツバチ情報のところには、ミツバチ麻痺病は夏から春にかけて出現することが多いと書いてあったので、僕は違うだろうと思ってましたが、どうも女王蜂が出てきましたので、ピカピカ蜂が、働き蜂産卵の前兆だという説は覆されてしまいました。ミツバチの八の字ダンスでカール・フォン・フリッシュがノーベル賞をもらいましたけれども、それに次ぐノーベル賞じゃないかと思ってたんだけど、どうも違うようです。で、これはこれで、ピカピカ蜂は、働き蜂産卵の前兆じゃないということが、分かったんですが、もう一つ完全に働き蜂産卵が始まっちゃった群がこの中で一つあるので、それをちょっと見てみたいと思います。これもこの赤印、危険信号についている箱ですが、これは先日見てみたらもう完全に働き蜂産卵が始まっていました。これですね、このボコボコボコと出てるのがオス蜂、働き蜂が産卵してオス蜂しか産卵できないので、法事がついてますけど、全部オスバチのさなぎですね。で、ご覧いただいたらわかるかな。この大きいのがオスバチなんですが、全部出てくる蜂がオスバチなので、オスバチばっかりになってきます。交尾を終えた女王蜂しか働き蜂をメスを産卵することができないので、働き蜂産卵の卵は全部オス蜂しか産卵できないので、こういうふうに全部大きな突出したボコ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 した、これ全部生まれてくると全部オス蜂です。で、このようにオス蜂の数が異常に増えてきて、働き蜂は増えないので、寿命が尽きた働き蜂はどんどん死んでいって、最終的にはオス蜂ばっかりになって、この群は消滅します。オス蜂って蜜は集めないの？オス蜂は蜜集めないね。だからここに砂糖水あげてるけど全然減らないもんね。あ、そう。もう本当に受精のためだけにしか
働かないの。そうそう、うん、なのでオスバチばっかりになると餌も取れないし、餌も取れないし、次世代が生まれてこないのでもう消滅するということですね。オスバチがいっぱいいるところ取れたかな。でこれオスバチ、オスバチ、オスバチ、体が大きいんだね。体が大きいからね、一回りぐらい。オスバチだらけになってきます。ここにはピカピカバチはいません。ピカピカバチはいないということで、なのでこれでもう一つ僕のピカピカバチは働きバチの前兆という論が崩されてしまいましたね。働きバチ産卵が始まっているけどピカピカバチはいない。でピカピカバチはミツバチ麻痺病という病気、ウイルスによる病気です。これ何？このボコッとしてるの。これ、うん、これは黄疸。女王蜂作ったんですよね。だから黄疸があるけど、出てきた後もあるけど、生まれてきたけれども交尾飛行に失敗した。交尾飛行中にスズメバチにやられたとか鳥にやられたとか、戻ってこれなかった。戻ってこれなかったので働きバチ産卵が始まってしまったということですね。でこの群は、あったかい日に、今日は寒いのであったかい日に解散させようと思います。解散するというのはもう蜂を振り払っちゃって巣箱をもう撤去しちゃうという形で、で中のあったかい日であれば働き蜂はどこかの箱に入れてくださいと言って、まあ、自然合同の形になるし、もう11月も半ばになろうとしているのでかわいそうだけれども、オスバチはおそらくどこの箱にも入れてもらえないと思います。もうオスバチのいる季節じゃ、必要とする季節じゃないので、言えば他の箱の健全な箱の群のオスバチももうそろそろ働きバチから追い出されてしまうと、用なしなので出ていけっていう形で追い出されてしまいます。ということでピカピカバチはごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ピカピカバチは働きバチの前兆ではありませんでした。ミツバチ麻痺病だということだと思います。なぜならピカピカ働きバチがいるところに女王バチが出てきて健全に産卵を始めたということと、この本物の働きバチ産卵が始まっている箱の中にはピカピカバチはいなかったということで、ノーベル賞を期待しましたが反対にごめんなさいということになるいう結果になりました。以上、ご視聴ありがとうございます。